しんでるね。やるじゃねえか。だがそれで全てか。全てでもって挑んでこいよ。手を抜いてるんじゃねえ。わあ、すごいね、規模が。その間にもやっぱデバイス入っちゃってんのかな。わわわわわわ、ガードで、あー壊れちゃった。ガードで受け止めるっていうのがすごいね。できねえか。なら俺ができるようにしてやるぜ。なになになに、やめ、ちょっとダメ、もうやめて。あーだー、マジマジ、間違っ、大丈夫、アデル。わ、やりゃできるじゃねえか。相棒、頑張れ、ヒカリー。え、すごい規模だな。おい、わざとみナイス。このままじゃ。ああ、一体何が起きてんの。本当にね、これが天の聖杯同士の激突ね。シンも防御壁つけて作ってくれてる。もう人間には 何もできないね。わー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 、うつり。あ、待って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 、イーラさんが。ええ、ちょっと待って。光れ。これは。これは。そこでデバイス使う？あー、なんだと。消し飛んでるの？光が。光。やばいね。それだよ、それ。それこそが親父が俺たちに与えた力だ。
この世界が望んだ力だ。俺もお前もそのためにここにいる。違う、私、そうかよ。ならこの俺が代わりに全てをもらっていって。避難いたしませんと。ここも危険です。聞いておられますか、兄上。大丈夫なの？
スペルビアのよりも人のことを考えて色が沈んじゃう。見るとは光ちゃんが一番最初に本編で言ってたセリフをちょっと思い出しちゃった。もう行くの？ああ、リベラリタスに王家の霊道がある。そこにこれを封じようと思う。そう、君たちに頼みがある。スペランザに抵抗軍の部隊が避難したと聞く。彼らに伝えてほしい。落ち着いたらリベラリタスに来るようにと。分かった、任せて。なんかもう待って、もう4人ともなんかもうなんだろう私だけ泣いてるの待って。あ、っていうかさ、あのマルベーニについてかれたあの人どうなったんだろう。もういいって。もうなんかもう人じゃないもん人じゃないもん。うわ、なんだこいつは。アルスのような、やっと追いついたぜ。ブレイドのようなラウラ人じゃないもの。
どうして私の名前を？人語を話したと。でもブレイドではありません。うわ、気持ち悪い。やめて。コート、その姿は、もう痛え。もう何とも言えない。痛えんだよ、てめえに切られたこの腕が。なあ、これ俺の腕だよな。ちゃんとあるよな。けど痛えんだよ。うずいてうずいてたまらねえんだよ。何を言ってるの。錯乱しているのか。そうじゃない、喜んでるのよ。てめえらの血を傷口に塗りたくりゃ収まるかな。なあ、そうだよな。いや、いや、まずはてめえからだ、イーラのブレイド。てめえに受けた腕2本分の屈辱、今日ここできっちり返させてもらうぜ。その両腕と西代わりに耳と鼻も削ぎ落としてやる。そんでその血をこの傷口に塗りたくってよ。その次はお前だ、ラウラ。てめえが余計なことしなきゃ今頃俺はあんな小汚ねえアバズレじゃなくて、もっと上等な女どもに囲まれていたはずなのに。よ、それがてめえのせいで簡単に死ねると思うな。たっ時間かけていたぶってやるよ。母さんを侮辱するなんて許せない。ありゃそういう女だったろうがよ。どんな思いで母さんがあそこにいたのか、お前にわかるか。よせラウラ、こいつは話す価値もないゲスだ。そうです、情けは無用、ここで断ち切りましょう。うん、シン、カスミ、わかった、もう情けはかけない。うん、ここで終わらせる。行きましょう。上等で、どんだけ俺を楽しませてくれんのか。期待で弾切れそうだぜ、ラウラ。ふう、頑張るぞ。はい、行きましょう。私たちが勝つ。集中をしろ。そこ、ほい、拾っちゃおう。そこ、これで、はぁ、そこか。あ、キャンセルできんよった。ほい、いいね、いいね、ブロ。そこ、1、3、そこか。かすみ、やぁ、ほい、うわ、ハイクハッハッハッ、ほい、これなら、あー、大丈夫、これなら、ほい、そこ、あー、間違えてない。シッ、ほう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 、これで、これでダウン。どうやら攻撃みたい。これなら、ハッハッハッ、シッ、おい、わわわわ、怒ってるけど、おいしょ、そこか、おい、そこか、あー、ダメでした。そこか、この手柄はみんなのために。はぁ、
楽しんじゃいねえ。腐っていってるの。あ、こんな姿にするなんてね。最後まで惨めな人。これでいいよね、母さん。ゴートをあのような姿にした者がいる。そいつが私たちを。それはわからん。だが、メツが死んだからといって世界が平和になるわけじゃない。それだけはわかる。人がそこにいる限り変われないんでしょうか、私たちは。そんなことない。変われるよ、必ず。ね、シン。ああ、そうだな。君たち人間と俺たちブレイドの絆がある限り。いつか、きっと。いや、音楽ありがとうございました。素晴らしかったです。なんか最後の最後にみんなの笑顔が見れてよかった。なに、暗殺されちゃった。やっぱいい人だったのかな、バルトリッチさん。あー、もう嫌だ、もう嫌だ、もうもう、あ、もしかしてマルベーニに。生きてる。あー、これ今ホムラちゃんを封印したところ、すごいね。からのアデルの行方ですよね。もう散々畑耕したいって言ってたし。あー、あもう、どこに、何、戦争。あ、そっかそっか、そうだよね、そうです。佐田彦、これ抵抗軍、何か察知してるけど。あー、来てます。来てます。なんかめまいがしてきた、めまいがしてきた。人は一生の間にどれだけの出会いと別れを繰り返すのだろうか。命の灯火が尽きるその時、誰の顔を思い浮かべるのだろうか。思い浮かべた笑顔とともに眠ることができるものは幸せなのだろう。そう、永遠などいらない。たとえ刹那であっても共にあればそれでいい。しかし、その機会を失ってしまった者はどうすればよいのだろうか。道は果てなく続いている。私は歩き続ける。
この道を行けばいつかはたどり着けると、再びあの笑顔に会える日が来ると、そう信じて。戻れぬのか。俺の行く道はこの道だ。交わることはない。だがもし再び交わることがあるのなら、その時は。あー、なんかさ、本編でさ、シンがさ、初めてじっちゃん、あ、モノケロスじゃん、じっちゃん見た時に青龍てんてんてんって言ったじゃん。なんかあの言い方がさ、またなんか染みてくるなとふと思ったのでありました。じっちゃんがね、そのレックスたちのところに駆けつけてきてくれた時もシンみたいな、すごいびっくりしてたし、こっから500年か。いる黄金の国いらん。黄金ってそういうこと？なんか何が黄金なんだろうって思ってたんだけど。そういうことなのかな。いや、二度も感動ありがとうございました。任天堂さんとモノリスソフトさん、はあ、すげえゲームだわ。はあ、いやー、なんか結末は分かってるゲームじゃないですか。なんかまあそこに至るまでの、はあ、旅とか、すごいなんか、こういうスピンオフって、なんかこう、すごいね。本当にすごかったわ。黄金の国イーラ。なんか今はまだこう、勢いだけでクリアした感があるから、本当になんかこう、時系列とかこう、こと細かに丁寧に追っていったら、またさらに違う感動があるんだろうな。いやー、ちょっと、そこの、掘り下げていくのがすごい楽しみです、今の私は。あー、なんか最後に言おうかなって思ってたことがあったんだけど全然そんな気分じゃないっていうか、黄金の国イーラの動画のシリーズなんですけれども、まだ、まだなんかあるっぽいので、とりあえずはおまけとしてまた数パート続くと思いますので、もしよろしければそちらもご覧になっていただけると嬉しいです。というか、ちょっととりあえずセーブします？ああ、変わった。変わってるです。これ誰に作ってもらうんだろう。そういうこと突っ込んじゃダメなのかな。どのぐらいの期間、どうなんだろう、わかんない、そこまでわかんないね。いや、でもなんか光ちゃんが穂村ちゃんになる、もうなんか自分の心を閉ざしてしまった、もうなんか、ちょっと言葉が悪いけど、現実逃避する瞬間が、もうな、ほんと何とも言えなかったですね。からの、光が目覚めた時、なんか、本当に、そういうところを考え、
るのがなんかこう いいっていう表現しかできない今なんかすごいなって思うね。いやー面白かった黄金の国イラ。うん、なんか細かい良かったっていう思いはクリア記念雑談動画を多分作るのできっとそこで語ると思いますなのでちょっとまあ、うん、メインストーリーだけ見てる人が大半だと思うんですけどそういうのも見てくださると嬉しいなーなんて思ったりします。2017年か、うん、楽しかったな。すごいピアノいいないや本当に楽しかった。ちょっともうまおまけあるので、はい、おまけをまたせっせとやりたいと思います。では無事に私黄金のいい国イラを見届けることができてよかったです。それではここまで見てくださってありがとうございました。またおまけも見てください。お相手はさやかでした。